それでは今回は、この表題の論文に関して、長岡技術科学大学福島雅也が発表します。でまず概要ですが、語義曖昧性解消において、強者あり学習のモデルは、数々のベンチマークで、最先端の性能を出しています。しかし、その改善モデルの改善についてなんですけども、言語試験を用いた強者あり学習のモデル改善はあまり行われていないということで、今回は、最新の強者あり学習のモデルに、言語試験を組み込むことで、モデルの改善をすることを確認しました。でまずイントロダクションです。その WSE に用いられる主な章としては、2つありまして、強者あり学習の章と、知識ベースの章がありますが、今回ちょっと強者あり学習の方に、注目して話します。で、強者あり学習の章なんですけども、最近の強者あり学習のモデルとして、いくつかは、It Makes Sense という、フレームワークがベースとなっているモデルがあります。で他にも、コンテキスト2ベックをモデルのような、RNA をベースとしたモデルも、あります。で、主な言語資源としては、この2つが紹介されていて、まずはワードネットで、単語に1つ以上の意味が存在します。で同義語は、新セットとして、グループ化されているものです。で、ワードネットドメインズっていうのは、ワードネットを、約200個の意味ドメインベクトルで拡張したものとなっています。で、今回は、その先ほどの It Makes Sense のモデルを使ったモデルに注目して、言語資源と IMS モデルの、関連性が研究されていないということで、それ言語資源を拡張することで、モデルを拡張するということを行っています。で、モデルです。その IMS では、SVM を用いて、その決定を行う語義を決定していますということで、その入れる特徴を、変えて3パターンで今回実験を行っています。でまず1つ目は IMS で、これは、IMS でのデフォルトに使われているデフォルトの、ものとなります。で、下の2つの IMSWE と、IMSC2V は、その IMS に、文脈のベクトルを加えたものになっていて、WE と C2V の違いとしては、その、文脈のベクトルの作り方の違いとなっています。で、次に、その、語義の決定に用いられる特徴についてなんですけども、この X の中身なんですけども、XIMS っていうのが、先ほどの IMS に対応に使われている、特徴となっていまして、IMSW、IMSC2V っていうのは、それに、このベクトルを追加したようなものとなっています。で、X は対象単語で、XPOS は、周囲の単語の品詞、XLOCALは、X の連合、XSWORDS は、X の周辺単語となっています。で、XContextEnv っていうのは、X の文脈ベクトルとなってまして、この W と、C2V で違うようになっています。で、XSEM っていうのは、X の意味的直徴ということで、今回新たに組み込むものなんですけども、ちょっと後で、次に説明します。で XSEM についてなんですけども、これについては、今回そのワードネットとワードネットメンズから抽出した意味的直徴を、入れるということをしています。で今回はその入れるものとして3パターンを用意しています。1つ目は PR というもので、現在の文脈の中で、文脈から推測される一番その確率の高い語義を、入れることをしています。で、SSIN は、周辺単語の文脈中に出現する、新ネットの、集合を、入れています。で、ドメインについては、対象単語に関連して見つかる、3つの最も頻出するドメインを、特徴として、入れています。で実験です。今回はその、有名な、5つのベンチマークで評価をしています。5つのベンチマークはセンスバル2、3のセミバル2007、セミバル2013、ちょっと切れてますけどちょっと後でやってます。でトレーニングデータは、セミコアを使用しています。で、
まずその結果なんですけども、全体での比較なんですけれども、まあ、こちらが、IMS で IMSW、IMSC2V となってまして、一番下のものは、現在のその強者理学習のモデルで、まあ、最先端の結果を出しているモデルの結果になっています。で、まあ、その一番上、それぞれの一番上が、その何も X 線も加えてない状態で、そこにプラスして、まあ、全ての先ほどの3パターンの組み合わせ全部に対して、まあ、実験を行った結果となっています。で、結果なんですけども、まあ、で入れない意味的特徴を入れない場合に比べて、まあ、大体で、まあ、入れた方が、まあ、性能が上がるというような結果になっています。で、特にドメインの情報が有用ということで、まあ、ここのドメインだったり、まあ、だったりこうだったりを見ると、まあ、一番いいよ、いい成績が出ているというか、まあ、いい成績が出やすくなっているってことが分かります。で、次にその品種ごとにその結果を出して比較したものになりますが、こちらはまあ 先ほどの左右の、まあ、全てのものを使ったものを、に対して、まあ、その、それぞれの、名詞、まあ、形容詞、副詞、動詞を、まあ、それぞれ調べた結果になっているんですけども、形容詞と、まあ、動詞、この2列ですね。この2列で、まあ、いい成績だったものは、まあ、結果も、まあ、なる、ここを見ると分かるんですけども、大体いいような状態になっていて、特に、まあ、IMSW だと、まあ、いい成績になる、特に、まあ、その特徴が、まあ、顕著になっているってことが、まあ、分かりましたと。で、結論です。今回は、まあ、言語資源を使った、WS モデルの、まあ、増強を提案しています、しました。で、意味的特徴がモデルの改善に対して、まあ、重要な役割を果たすことが、まあ、分かったっていうことが言われています。で、その実験した結果では、5つのベンチマークテストで、まあ、改善モデルを改善することによって、まあ、ステートオブジェクトに匹敵する性能を出したという結果が出ています。以上で発表します。